野橋太郎、1982年8月10日隊は、日本のプロレスラー。リングネームは、野橋太郎。登竜門の9期生として入門し、荒井健一郎のミニバンとして、荒井小一郎のリングネームで活躍。荒井の弟というギミックで、荒井の母親も呼んで登竜門にも登場した。後に、荒井中一郎という、もう一人の兄弟が登場して、兄弟トリオを組んでいた。登竜門 X 解散後、みちのくプロレスに参戦。今度は荒崎人生のミニバンというギミックで登場し、実際に弟子入りし付き人も務めた。人生のムーブを完璧にコピーするのと合わせて、小柄な体格ならではの軽快な動きを駆使して人気を博した。人生との直接対決を実現させたが敗戦し、メキシコに再修行に出た後に、藤田ジュニア隼と共に、みちのく復帰を果たす。2010年1月、突如ルード軍、九龍入りを果たし、リングネーム本名の野橋太郎に改名。コスチュームは特徴色だった白が青く染められ、入場時には、青いマスクを着用。必殺技は青く塗られた一斗缶を頭にかぶり、無動作による一斗缶タイビングヘッドバット。デビューから約9年を経て、初めて他人のコピーではないオリジナルな存在としてのキャリアを歩みしたが、一部のプロレスマニアからは、ヒゲや頭や狂気攻撃がそのまま飯塚講師のコピーと言われている。2012年6月、大釜にて、デビュー10周年記念大会を開催して、子供の頃から憧れていた重心サンダー・ライガーとのシングルマッチを行った。11月26日、正規軍 VS 九龍の9対9の全面対抗戦が行われて野橋は、ザグレーとサスケと試合をした。結果は一斗缶を使っての反則勝ちとなった。それでも、九龍に1勝をもたらした。しかし対抗戦は5対4で、正規軍の勝ちとなった。拳王に、九龍終わりにしろと言われた後に、隼人が、俺とお前との決着まだついてないだろ。と発言し、それがきっかけになり野橋と隼人の関係に亀裂が生じた。その後、拳王、バラモン兄弟、日向時類と共に、アシュラを結成するも、結局、野橋が九龍を解散に追い込んだことになった。2013年3月1日、みちのくプロレス東日本大震災復興チャリティ、大会神戸出身、野橋太郎デビュー10周年、諸地元凱旋大会からとして、神戸三坊ホールで師匠である人生と対決。5月17日、登竜門の同期である、石森太二の持つ GHC ジュニアヘビー級王座に、挑戦するも敗北した。2014年、拳王の野橋輝参戦、バラモン兄弟と、ザ・グレート・サスケの新ユニットムーの太陽の結成などから限定参戦のタイガー・アルと欠場中の日向時類の3人だけになり、師匠でもある人生からは、野橋はいいやつなんですなどと会場で言われるようになり、正規軍復帰を進められる。5月5日、日向時の復帰戦終了後に、日向時が正規軍に復帰すると宣言し、野橋も人生の後押しなどもあり、自然的に、日向時と正規軍に復帰。人生からは7月の矢幅大会までに、みんなに愛されるキャラクターになれと課題を出された。6月15日、地元神戸市の垂水で、初凱旋興行を行った。スペルデルフィンと師匠である人生の6人タッグで、ムーの太陽と対戦。7月19日、矢幅大会でウルティモドラゴンと組み、タッグチャンピオンにて、ザグレート・サスケ&バラモン系と対戦。キャラクター変更マッチの試合結果を受けて、人生から、ヒゲがダメだ。皆から愛されるキャラクターになれと通告される。その結果、緑の全身タイツに甲羅とバズーカを背負った、仮面ライダー V3 の登場怪人カメバズーカを、彷彿とさせる姿登場し、新たなるオリジナルキャラクターとした。愛され、キャラにカメを選んだ理由について、愛されるキャラにと言われて、亀かパンダしか浮かばなかった。パンダは愛されて、火が浅い、亀の方が昔から愛されてるので亀にした。と述べている。新リングネームは8月まで一般公募を行っていた。8月16日、滝沢市の観光大使に非公認ながら就任し、目標としていじめ撲滅、需要のある名産品の PR、滝沢市の活性化を掲げた。また、滝沢市からは、変なことをしなければやってもいいとの理由で、観光大使に就任したという。8月20日、新キャラで、速報、バトル面に出演し、あけぼのと共演し、妻が気に入っているから、髭を剃らないと表明する。番組の MC の豊、本名長もブログで何を言っても面白いと評価していた。10月にフジテレビのめちゃイケてるのメンバーでもある30円勝が番組企画でみちのくプロレスに入団。本来は入団オーディションに合格しないと練習生としてリングデビューへの道はめないが、特別にテスト生という形で三中を指導した。しかし、三中は、野橋がいない時の自主練習では手を抜いたことで、練習生テストに不合格となった。野橋はこれを受け今までの姿勢を問題視して三中を注意し、その後三中が再テストの依頼を人生にお願いして承諾されたことから三中には厳しく指導した。しかし三中は厳しくなった練習を嫌がり、ついに脱走してしまう。12月28日にフジテレビの冬フェス、フジテレビ2014から2015みちのくプロレスイン、お台場に素顔で久々に登場。この日三中はフジテレビを訪れたが何事もなかったかのように野橋は三中にリング作りを手伝わせ、人生が全試合終了後に三中を呼び出すとマイクを野橋に渡し、コーチとして覚悟決めてもう一度プロレスをやれるのか。と迫り、三中がそれに対し、はい、あります。と答えると野橋は、次は、逃げたら許さないからなと約束した上で、三中に、気合とみそぎの張り手を炸裂させ、脱走の一件を許した。その三中は、翌年再テストに合格して晴れて練習生となったが、練習の過酷さや進展しない企画に音を上げ、2015年の7月中旬に、またもや脱走し、ついには勝手にお笑い芸人になるための芸能活動を始まるなど、番組側や人生そして、野橋たちの温情だけでなく、最初の脱走からの復帰の際に野橋と交わした、約束をも無下にするという恩知らずな行動に出た。一度ならず二度までも裏切られたことで、さすがの野橋も三中に対し愛想を尽かし、人生やめちゃイケのスタッフに、もう、三中が、みちのくプロレスに戻ってきても、コーチはしないと事実上の破門宣言をし、三中も、堅くなにみちのくへ戻ることを拒否したために企画は、そのまま中止となった。結局、三中は、リングデビューも果たせぬままみちのくプロレスを、退団、名となった上、この不始末が原因でめちゃイケからも降板させられる、こととなってしまった。2016年2月27日、戦術のプロレスラー挑戦企画放棄の罰として、行われた再オーディションで不合格となり、めちゃイケから降板となった三中に対し、人生がプロ芸人、三中が結成したお笑いコメディボタンとしての初仕事として、翌日の28日都内で開かれた、みちのくプロレスの大会の MC を依頼。そこで野橋は、三中と当時相方の薄木博をリングの上に呼び出すと、自分や人生を含むみちのくプロレス関係者全員の、期待を二度も踏みにじり、企画を台無しにしたことについて叱責。美中はもちろん、相方が犯した、不始末の連帯責任という理由から薄木に対しても、それぞれけじめの張り手を炸裂させた。その上で野橋は、もうプロレスを教えることはないけど、芸人の仕事は途中で投げ出そうとせずに頑張っていけと、叱咤激励し、そんな厳しくもいたわりある言葉に感涙した美中は、改めて、野橋に企画をやり通せなかったことを謝罪し、最後は両者抱き合って和解した。9月20日、新リングネーム応募総数100通近くの中から、決まった、亀、C というリングネームに改名された。フナ、C の要素もなくマスクをかぶった、ティーンエイジミュータント・ニンヤ・タートルズのリーダーレオナルド、そっくりのキャラになった。髭を、荒崎人生に気に入られてないためマスクを、新調させられて、髭が見えなくなった。亀バズーカとして使用していたバズーカは、現在も入場時に使用している。道場では常に上下緑色に染まった服を着用している。10月18日、本家ふなっしーと同様に弟が誕生した。亀、しーよりも圧倒的に小さい弟の亀五郎で、登場時には亀五郎にコールが飛び交った。11月23日、ムーの太陽に異星人で入場時に使用するバズーカを滝沢市を破壊する兵器と勘違いされてムーの太陽と亀シーというハンディキャップマッチで亀狩りに遭う。だが試合もサスケの腕ひしぎ逆十字固めに敗れ、試合後には弟の亀五郎を殺されてしまった。12月12日、宇宙大戦争で再生手術をして記憶を失ったが、兄のために戦うことだけを覚えている。巨大化した亀五郎と亀シー1号 &2 号と共に、みちのく忍者タートルズを結成して対戦すも敗北した。2015年3月14日、矢幅大会、バラモン、柊の持つ東北ジュニアヘビー級王座に挑戦。試合後、小野は主太郎に改名した。みちのく忍者タートルズは解散となった。3月15日、仙台大会にて、マサみちのく、デビュー当時の高みちのくと同じくサンドカサスタイルで登場した。のは主太郎としてのデビュー初戦は、剣45度から逆打ちで勝利する。同月からは、のは氏を滝沢市公認観光大使にする署名を試合会場で言った。4月、6月19日開催の神戸サンボホール大会開催を前に、兵庫県の辰野市に本社があるインスタントラーメンなどの製造販売を行う糸麺の糸麺大使に就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。